クリア。さあスタジアムのテンションが上がります。クリア。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはレフェリーがファールの笛。危ない場所でのフリーキックです。これはどうだ。これではキーパー動けません。悔しいでしょうね。触ってはいたんですが止めきれませんでしたね。サイドへ展開していきます。ここでボールを取ります。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ギリギリオフサイドでしたか。狙いは良かったですよ。少し受けてと出してのタイミングがずれてしまいましたね。いいカットです。ボールを奪いました。ここを起点にできるか。素晴らしいスルーパス。味方にスルーパスを狙いましたが強すぎたか。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。これで2ゴール。ノリに乗っています。サイドへ振る。いいクロスが中に入った。フリーでボールを受けた。同点。見せ場を作りました。これで同点です。これは大健闘ですね。意地を見せました。この試合何が起こってもおかしくありませんよ。このゴールで同点です。鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点弾にスタジアムは沸いています。小林、ボールへの寄せが非常に速い。D、見事なスルーパス。いい形でゴール前まで持ってきました。 D、 ルーズボールになった。クリア。これは見事なパスカットです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。危険な位置です。緊張感が増してきます。審判はフリーキックの判定です。中央へのボールはクリアされました。ペースに見事なスルーパス。やりました。クリアすべきでしょう。小林、横に振ります。ここはクロスが大きすぎたか。入るか。シュートはちょっと強引か。前に出しました。
さあ揺さぶりをかけていく。フリーキックになります。キーパーの好セーブに救われた。よく合わせたんですが、キーパーの素晴らしいプレーでした。カンテ、ボールを運びゴールに襲いかかります。深くえぐって折り返す形のクロス、ディフェンスの対応が光ります。前半後半の45分が始まります。これは見事なインターセプト。横へ展開をします。気は抜けない展開です。形でゴール前まで持ってきました。カンテ、これは強い。ボールをしっかりキープ。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。リー、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。危険な位置です。緊張感が増してきます。カンテ、細かいパスを繰り返しています。もったいない形でボールを渡してしまいました。さあスタジアムのテンションが上がります。これはうまいパス。まだあります。目の前にスペースがあるようです。勝ち越しゴール来るか。笛が吹かれました。オフサイドです。小林、ボールを運びゴールに襲いかかります。弾き返される。またここだ。打ってきた。コーナーに向かいます。これはあるか。小林、これはわずかにバーの上。このボールは叩きつけたかったですね。客席は落胆の雰囲気に染まります。スローインでゲームは再開されます。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ホイッスルはな。ここはゴールに近い位置でファール。十分に狙える距離です。アウェーのサポーターからブーイング。時間を無駄にするプレーに不満をあらわにしています。アウェー側のサポーター、いいところに出た。スピードのないシュートでした。
ここでスローイン。ここはシュートチャンス。追加点とはいきませんでした。いい反応です。出足が鋭い。カットします。小林、いい形でゴール前まで持ってきました。頭でつないだ。主審がオフサイドの判定です。しっかりキープしています。このボールはスローイン。カンテ、危険な位置です。緊張感が増してきます。チャンスは続きます。スローインです。審判はフリーキックの判定です。大きくクリアできていません。プレスがかかりました。このパスはダメでした。通りません。D、そのまま返します。ちょっと慌てましたか。失敗です。カンテ、さあスタジアムのテンションが上がります。このシュートで勝ち越せるか。このヘディングはクロスバーを越えました。枠に入れたいシュートでしたね。決まってもおかしくなかったんですが。これは見事なパスカットです。ボールを運びゴールに襲いかかります。いいパス入った。強豪チームをよく抑えてきましたが、最後に失点してしまいました。大健闘でしたからね。厳しいとは思いますが、なんとか同点ゴールを狙ってほしいです。このゴールでハットトリックです。今日は止まりませんね。そうですね。選手にもチームにもサポーターにも素晴らしい日になったのではないでしょうか。グリア、いい形でゴール前まで持ってきました。小林、このヘディングはクロスバーを越えました。入っていてもおかしくはなかったんですが、ゴールを奪い損ねましたね。試合時間は残りわずかですが、ホームのサポーターは全く諦めていませんね。チームの力を信じています。ここは期待に応えて同点に追いつかないといけません。絶妙なパス、守備への切り替えが早い。ここで止めます。押し込んだ位置でのスローインになります。ルーズボールになっています。グリア、つまらないミスでボールを失いました。ここでタイムアップのホイッスル。試合終了です。今日は素晴らしい活躍でしたね。